凄腕動物ドクターは、ナショナルジオグラフィックのナショジオワイルドで放送されている、アメリカのリアリティ番組、ドキュメンタリー番組である。オランダ人の獣医シアンポールとその家族、及び従業員たちが、ミシガン州中央部の農村地帯にある、動物病院で、ペットや家畜を相手に奮闘する様子に迫る番組で、ある。2011年に放送が開始され、1年にシーズンずつ、 2019年10月現在はシーズン16まで放送されている。番組の撮影風景ポールはありとあらゆる人たちが見てくれている。そしてこれがとても素晴らしいことだと思うと番組がヒットしたことに驚いている。番組のプロデューサーを務めこの企画をナショナルジオグラフィックに売り込んだ息子のチャールズに感謝している。撮影開始前ポールは息子にこう言われたという。 カメラを見ないでくれ。カメラのために何もしないでくれ。父さんは自分の仕事をしていればいい。それだけで十分面白いから、ポールは続ける。これは台本ではありません。現実です。ヤンと妻のダイアン全4回全16回全16回、全20回、全20回、全20回,全,20回全3回全3回現代。ザ・インクレディブルドクターパルコンピレーションズ全5回現代。 インクレディブルザストーリーオブドクターパルあたり番組は獣医師の間でも賛否両論の評価となっている。実際彼の行動は複数の懲戒手続きの対象となっており、彼のパフォーマンスには他の獣医師から様々な指摘を受けている。ある獣医師はこの番組は四半世紀以上前に遡る時代遅れの獣医の監修を放送しており、それによって 獣医という職業の誤った印象を与えていると批判している。2012年に懲戒委員会は2011年5月に車に轢かれ眼球突出と骨盤骨折に苦しんでいた犬のボストンテリアの治療とケアについてポール医師が適切な処置を怠っていたとして執行猶予処分にした。ちなみにこの苦情はペットの飼い主ではなく 放送を視聴していた人物によって提出されていた。2013年にミシガン州会員議長ケビン・コッターはリアリティ番組の放送から得られた情報に基づいて視聴者からの不正行為や疑惑の報告によると局の調査を禁止することを求める会員法案5176を提出した。ポールはこの法案を指示した。しかしその法案は2013年12月に 会員の健康政策委員会で廃案となり、再導入はされていない。2015年4月、ミシガン州の政府規制当局は、前日の2011年5月のボストンテリアについて、ポール医師が違反していることを発見した。ミシガン州獣医学委員会の懲戒省委員会は3月26日、州が要求するケアの基準を遵守していないとして、ポール医師に500ドルの罰金を課し、医師免許を、 執行猶予にすることを決定した。そして彼に獣医としての教育を再度受けるように命じた。しかし、ミシガン州高訴裁判所は犬の飼い主はポールによって行われた治療には満足しているとしてこの処分を覆した。そして懲戒委員会による以前の決定を恣意的で気まぐれだった非難した。2016年、 高層裁判所は特に治療に違反があったという明確な証拠はなかったとして判決を差し戻した。基礎の曖昧さ、客観的で明確な法的基準の不足及び提起された基礎から提示された証拠の分散を含む要素の適正手続きの概念に基づく判決の支持者もいた。マッキーナック公共政策センターの担当者は政府ではなく市場及び消費者自分たちが 動物のための決定をするべきだと述べた。しかし、再創後の2019年後半、ミシガン州高訴裁判所は別の未発表の決定で、懲戒処分を課した下級審判決を肯定する拡大意見書を書いている。ありがとうございます。